ルパンティニーは、カナダのケベック州のラノディエール地域にある都市。モントリオール大都市圏に属し、人口は2016年時点で84,965人と、モントリオール大都市圏内では5番目の人口を持つ衛星都市である。1670年に、ジーン、バティストレガードルによって創設されたのが起源とされる。2002年6月1日に、ルガルドゥールと合併した。 東側にセントローレンス川が流れ、西部をラソンプシオン川が流れていて、西側をシャルルマーニュ、テルボンヌとマスクシュ北側をラソンプシオン、そして南側をプレイリー川を挟んで、モントリオール市に隣接している。2016年センサスによる人口は84,965人である。2011年の統計による住民の母語の割合は、 フランス語が92.21%と大半を占め、英語は1.53%、その他の言語が4.92%となっている。ルパンティニー駅、RTM によって運営される、郊外列車のマスク主線が一路線伸びており、ルパンティニー駅からモントリオール中央駅まで運行されている。ありがとうございます。